八幡神社は世界第2位の巨大な面積の古墳に眠る応神天皇の生誕の地としての伝承があり、出産の神様として地元民から親しまれてきたそうです。御祭神は応神天皇と三冠星抜群で有名な天皇の母である神保皇后の御柱です。次は大和尊の御事の王子である第14代天皇中愛天皇の皇后である神保皇后が行ったとされる三冠星抜の根拠の一つについて検証していきたいと思います。On the 20th day of the nameplate and the words Yubu or Lumi Hachiman. The Chosabachi, Wash Basin, Northeast of Michigan, Stone Steps. Northwest side of the front of the Michigan, Stone Steps.Northwest, Ishidoro, Stone Lantern, equals Night Light. In the branches of a tree, facing North Mizugami, Earth God, Stone Pillar of Amaterasu Omikami. したことでも有名な公会堂を碑文には和国が百済や新羅を進駐させ大国と激しく戦ったことが大国側の視点から記録されています。ただ1972年の一時には維新氏が皇太王妃改ざんと主張したことがありますが、2006年平成18年4月に中国社会科学院の助研審により1881年明治14年に作成された現存最古の拓本と酒輪本とが完全に一致していることが発表され、これにより改ざん捏造説は完全に否定され史実とされています。On the Torii's handoff to nameplate are the words Yubu or Lumi Hachiman. Omagiyu Guardian Dog, on the west side of the Torii Gate. その産むどころを名付け
対抗した出産の意味ではないでしょうか。石灯籠には海とよく似た文字で宇宙のは同じと天符の天でうぶと読むのでしょうか。天の文字には添えるとか層の意味があります。あまり適切とは思えないのでおそらくの略字なのでしょう。海なのでしょう。住所も海の宮です。天閣の文字は今は何と書いてうと呼んでいますが、海と呼んでも誤りではなく、むしろ以前はそう呼ばれていたのでしょう。住所も海の宮です。海とは世界が待ちに待った天皇の出生です。拝殿前西側には土地神様と言われている祠があります。海八幡神社の御祭神は小牟田分皇子と古事記の応神天皇、本田分皇子の御事の文字の命の文字を尊いに変えると日本書紀の応神天皇、沖縄忠志姫の御事と古事記の神保皇后です。応神天皇が御柱とされているのに少し違和感を覚えます。もしかしてこの祠の神様は竹の内のすぐねではと考えてしまいます。竹の内のすぐねが皇族でありながら応神天皇に臣下として寄り添った絵、竹の内のすぐねが神保皇后に皇族でかつ臣下として三冠征伐への出発前、征伐中および征伐後に寄り添った絵がそれぞれ残されております。Inside the Hayden Worship Hall. Aoishi Stone Paving Stone on the west side of the Hayden Worship Hall. Eaves in front of the west side of the Hayden Worship Hall. West side of the Hayden Worship Hall.West side of the Hayden Hall. In front of the Hayden Worship Hall, seen from the east side. East side of the Hayden Worship Hall. Aoishi Stone Paving Stone on the east side of the Hayden Worship Hall.Hayden Hall. Shiden, stone steps and Hansa stone masonry. Harden, main shrine or Motomiya, former shrine.Lion statue at the end of the beam. Tokino Uchiroi, we feel the flow of time. Tokushima 県徳島市の北側の吉野川と旧吉野川の間には応神天皇と同じ名称の応神城があります。応神城には応神天皇が主祭神の神社が一社と竹内宿根が主祭神の神社が一社あるとともに、眉山南東の山裾に竹内宿根の墓所を示す岩を見たこともあります。いずれにしても古に活躍されたご先祖様たちの思いを引き継ぎ、未来の若者たちに引き継いでいきたいものです。ご視聴ありがとうございました。 Thank you for your viewing.